よし、こんばんは。はい、カウントダウン TV つけるの忘れてたんで、一応カウダウンつけました。今日は AKB の新曲「どうしても君が好きだ」、初披露、フルバージョン初披露ということで、まあ、今回ね、ゆりさんクビで出場できないから17期ちゃんがね、代わりに前歌番組出てた子だね、が出るらしいです。もう歌番組のアンダーは17期ちゃんに完全におりましたね。17期ちゃんが入るまではね、私たちにもチャンスあったんですけど、ワンちゃん。もう17期ちゃん入ってからは結構久しぶりのリップグロスとかも、アンダーが17期ちゃんに置いていってしまって、あ、首ね、首を痛めてるからね今。そう、ゆりさんが出場できないんで、そうね、なんかさ、なんか全然うちらも情報知らんからさ、なんかみんなにさ、どうなんて言われてもさ、知らないんだけどさ、なんかね、なんかうちが本当にもう1ヶ月前とかか聞いた時は、なんか首まだ動かせないみたいな、動かないみたいなぐらいやばいっつっとって、そうって言っとって、っていうかマネージャーさんが聞いたんだけど、そうだから、やばいですねって言っとって、まあもう何週間か経ったけど、でもなんかツイッター見たらやっぱり首無理っぽくて、今回新曲初披露出れないって書いてたからさ、結構深刻じゃないと思って、大丈夫ですかね。まあでもね、わかる、若い子をしていかないとね、 AKB も年齢上がってきてますから、わかりますよ。もうこれで18期ちゃん入ってきたらもうどんどん下がっていっちゃうから、どんどん下がっていっちゃう。多分18期ちゃんが入ったら17期ちゃんと18期ちゃんでアンダーとか回していくのかなってやっぱ思ってるから、うちらがもうアンダーで使っていただくことはないのかなって、ちょっとここ数回の歌番のアンダー見てて思いましたね。何時からなの？何時ぐらいに出るんだろうね、AKB。8時ぐらいとか？から、もう分からんや。いつぐらいだろう。なんかね、しのぶさんがね、ツイートしてたの見たんだよね。なんか今回衣装がなんと出演する歌番組ごとに変えていくので、だって。だから今日使った衣装は次の歌番組ではまた違う衣装なんだって。へえ、すごい、めっちゃ今回も気合入ってますね。
衣装全部カエルだなんて。すごい。楽しみですね。どんな感じなんだろうね。全然知らんけど。全然知らんけど、めっちゃ楽しみやわ。まあ知らんから楽しみやねんけどね。どんな感じかな。でもなんかジャケ写制服っぽいしから、なんか今回の感じもなんかちょっとそういう系の衣装なのかな、制服系のっていう気がするんだけど、どうだろうね。果たしてどうなんだろう。知らんな、分からんけどな。どんな感じなんですかね。衣装めっちゃ楽しみなんだけど、マジで。曲もフル、どんな感じですかね。いやでもダンス系じゃなさそう。だってジャケ写があれだもん。多分ダンス系ではない気がする。だし、タイトル的にもダンスっぽい感じではないから、多分ダンスっていうよりかは、ちょっとどっちかで爽やかっぽい感じよりじゃない？夏だし、春夏だし。予想してます。さあ、予想は当たるんでしょうか、どうなんでしょうか、知りませんけど。どうでしょうね。でもなんか一つ選抜さんから聞いたのは、簡単な人にはある意味簡単だけど、それを難しいっていう人は難しいっつってた。なんかどっちかっていうと脳トレ系のダンスだよって言ってました。あとポジションで結構ダンスがまた違うから、ワンポジじゃないときついって言ってた。なんかもしちょっと違うポジションを覚え直すとかなって、歌割りが多分変わってくると、なんかなんていうの、結構大変かもみたいな。そう、っていうのは聞いたけど、まあ知らん。果たしてどうなんでしょうかね。まあ私はちょっと選抜じゃないんで知らないですけど。ゆひなの良さが引き立つといいな、だって何。 いや私は別に選抜じゃないんで、良さを引き出してもらうっていうよりかは合わせていくタイプの方なんでね、全然それで合ってたらいいっすねって感じっすね。
何も知らないのも悲しいよね。まあね、でももうなんか正直言われるまでそれがおかしいってことに気づかなかった時点でやばいよね。なんかまひってんなと思った。そのさよなら森さんでさ、同じ AKB なのにそのファンの人と同時にしか曲とか衣装とか知らん、振りとか知らないって、なんかやばくないですかってメンバーが言ったじゃん。あん時に確かになって思ったの。なんかそれまで本当にそれが普通すぎて何も思わなかったんですよ。そうだけど確かになって思った。それに気づかなかったのも結構やばいよね。なんかもう最初からそれだったから、正直さ、もう入った時からそれだったから、なんかね、それがおかしいってことに気づかなかった。チームメイトの曲も気になる。チームメイトの曲もめっちゃいい曲だよ。まだね、振りはねついてなくて、うちはレッスンまだしてないんですけど、曲はねもうレックしたんですけど、いい曲でしたよ。めっちゃ歌詞いい、エイトっぽい感じでね、素敵だったっすよ。花粉やばいよね、わかる。うちも花粉やばすぎて肌荒れめっちゃすごいんだけど。やばいのよ肌荒れ、最悪。そうだね、中で働いてると気づかないこともまああるし、まあ外には言えないこともたくさんあるだろうしね。 やっぱしょそしょなんて組織に属している以上はね。まあなんだろう、理不尽なこともたくさんありますよ。それはもう多分社会で生きてるファンの皆さんも思うことはいっぱいあると思います。会社に勤めてたらね、そらそういう、なんて言うんですかね、それと一緒ですよ。福ちゃん免許取ったんだ。へえ、4回も落ちたの。うちもそれぐらい余裕で落ちそう。そうそうそう、だから結局そういうのは一緒なんですよ。 一緒なんですよ、皆さんと。ちょっと違うんですけどね。 ちょっと違うけど、まあ、似てるところもあるよねっていうところもまああるじゃん。なんですよね。なんで私免許取らないでなんですか。私取りますよ。じゃないと生きていけないんで。私だって一生都会に住む気ないんで。車取ります、もちろん。田舎に、ある程度行ったらもう田舎に行きたいんで。なんで、なんか東京だとしても東京の田舎とか千葉とか神奈川とか、なんだろうな、もう車ないといけないようなとこに住むんで、免許はいつか取りますよ。まあちょっといつ取るかは知らないですけど、自分も今んとこ予定ないですけど。でもまあ若いうちに取りたいなっていうのは思いますね。じゃないともう覚えらんない。30歳までには取りたいなって思います。じゃないと、なんだろう、脳みそ死んじゃってるんで、もう私の脳は今ですら本当に覚えられないから、いろいろと本当にやばいな。これ以上脳が老化する前に取っておかないとやばいなっていうふうにはちょっと思いますね。
でも、まあ、そんなに、なんだろうな、ちょっと矛盾してるかもしれないですけど、そんなに急いでないです。だって30歳までには取りたいなとは思うけど、今取りたいわけではないですね。なんでかって言ったら、結局今取っても車運転しないんで、ペーパードライバーになっちゃうんですよ。ってなったら、また運転するってなった時に、なんだろうな、結局もうそれ以降何年も運転してないとか意味ないじゃないですか。結局そうなってしまったら怖いじゃないですか。だから自分がその車運転しだすような時期に取って、でそのままもう車を運転するみたいな方がやっぱりいいなと思ってるから、まあ、30歳までぐらいには脳みそ的にも取りたいなと思うけど、でも別に今すぐ取りたいわけではないです。今取っても結局意味ないんで、ペーパーになるだけなんで。そう、っていう感じかなって思ってますね。そんな感じですわ。撮るならね。マジ使わないと本当に意味ない。撮った意味はってなっちゃう。そうですね。まあでも私基本電車でしか移動してないんで、って思っちゃうね。AKB はいつ出んの？8時台とか？簡単ツイートってマジで簡単でできんだね、あれ。押せばさ、押せばハッシュタグつけてくれんだよ、簡単に。やばくない？あれ。いいね。そろそろ？なんかさ、うちさ、ショールームしてるから音消してるんだよ。だから絶対わからん。晩ご飯はまだ食べてないね。まあす。まあす。まだ。
今日ショールも終わったら食べる予定です。ね、今ランキングやってますよね。それがお、いや、それが終わったらとかかな。ちょっと知らんけど。どうなんすかね。このランキングが終わっ、今日はでも新曲だけかな。ね。新曲だけかな。でも20時ぐらい、え、20時ぐらいかな。って思ってるんだよね。20時ぐらいなんだったら私ちゃんと音出して聞けるわ。ショールーム終わってるから。今やられるとさ、その音はあれしちゃってるからさ、あれなんだけど。お、リサさんが歌っております。いや、一緒に見ようよじゃない。一緒に見たら音聞けないんだって、私が。あ、あれだ。チェンソーマンの歌だ。これ何のランキングなん？ロングヒット、一番長くトップ10に入った曲は。へえー、そういうことね。いや、もうそんなにやらない。もうあとちょっとで終わるよ、ショールーム。もうちょっとで終わりますよ、ショールーム。すごい。ヒゲダンさんすごいね。めっちゃ入ってる。ね。すごいよな。あ、めっちゃ売れたよね。紅白もね。すごいよね。これ2020年なんだ。え？もう3年も経ったん？やばい、つい最近だと思ってしまう。でももう3年も経ったんっていうことに驚きを隠せない。今日の晩飯はうどん。
肉うどんはいいな、美味しそう。肉うどん好き。そうね、確かに9年だよ、もうちょっとで。もうそりゃ年も取るわ、自分も。9年か、自分9年もアイドルやってんだな、すごいね。 めっちゃ一言 すごいねとか。生誕イベントのうどんってテンテンも持って帰ったの？ああ、持って帰ってないよ。もらってない。カレーうどん、まあうちもね、今日カレーうどんか普通のうどんか迷ってるんだよね。麻婆豆腐ね、おいしいよね。あ、大葉食べないんだけどね。今日の写真めっちゃ良かったでしょ。だからあれがさ、うちがさ言ってたじゃん、一番今回のさフラッシュでさ漏れたんだけどさ、載せられてなかったっていうか、選ばれなかった写真だって。載せるわ、みんなにいつかって。ずっと忘れてたんよ、うちね。載せよう載せようって準備までしてて、いつもツイートボタン押してなかったの。だけどもう忘れるわと思って、今日朝ツイートした。うん、あれよかったくない？ちゃん漏れてるわと思ったんだけど、うち。今カレールー食べたよ。だってレトルトカレーってこと？うまいよね。今日はハンバーグだって。いいね。あ、アンケートいっぱい書いてあった、嬉しい。めっちゃよかったっしょ、あれ。あれ一押しなんですよ、今回。名乗らなかったけど、一押しだったんですよ、あれが。あ、集合写真ちょっと載せたよ、待ったからね。でも二押しはこの写真だね、これ。なんかあんまりグラビアしてないのが好きなんだよね、私個人的に。なんかこういうのをね、好き。漏れてたし、この顔もいい感じだったわ。一番のお気に入りかもしれん。 そうだよね。そろそろ写真集出そうね。それね、まあ私には、あの上に言ってくれ、ぜひみんな上に言ってくれ。私が言っても何にもならん。 僕も基本的に布面積多い方が好きです。え、一緒一緒。私だから服着た方が好きなんだよね、なんかスポンポンみたいなんよりかは。結構なんていうの、なんだろうね、なんかほんと雑誌モデルの方が好きだから。なんかツイッターじゃない、間違えた、このさインスタに載せてるさ
これ結構こういうの好きなの、これのこういうのめっちゃ好き。ポッピーで可愛いじゃん。そう、こういうの好きなんだよね。こういう方が漏れる自分が。あとこれもめっちゃお気に入り、これかわいくない？こういうの好き。あー、めっちゃ涙する。なんかね、服着てる方が好きなんだよね。いや、私はね、こういう感じのね、こういう方が好きなんだよね。まあ、強いて言うなら我ながら小島さんみたいで超お気に入りなのはね、この写真、この顔なんて写ってないんだけど、これがね、めっちゃ小島さんみたいでね、めっちゃ好きなのこれ。これ超一押し。顔ないんだけどめっちゃいい、漏れてるわって思った一枚です。そう、雰囲気がね、わかる。小島さんのさ、こういう写真あるじゃん、ぽくない？そう、だからね、個人的に良い。でしょ？私、小島さんみたいにね、唇厚くないんだよね。唇どっちかって薄いんだけど、そうでもね、すごい雰囲気が小島さんっぽくてね、好きなんだよね。わかる？伝わる？マジありがとう。そういう方が好きですね、個人的には。なんて言うんですかね、そういう系。おしゃれな服を着てる方か。うん、この時とかね、エスカはね、めっちゃよ、嬉しかった。これ楽しかった。ね、エスカは良かったよね。衣装可愛かったし。うちがさ、ちょっと前までアイコンにしてたさ、ツイッターとインスタのアイコンにしてた時、このさ、これのやつも好きだったんだよね。これグラビアなんだけど、こういうのが、こういうグラビアが好きなんですよね、私。ちょっとわかるかな。そう、こういう系のね、グラビアが好きで。
かゆめ。あと伊佐屋マックスさんのコラボした時のこういう感じのも好き。そう、これね。ストリートファッション的な感じ。ああ、まあ、服装はね、そういう感じだったんだけど、雰囲気がね、好きだね。そんな感じだった。なんかあんまりなかった。なんかこれとかって言おうかなと思ったんだけど、インスタに写真がなかったわ。そう、何？止まってる？大丈夫ですか？よかった。じゃあちょっとそろそろ汁にしよう。晩ご飯うどん、クッキングうどんしたいと思います。クッキングうどんしてるときに AKB の新曲始まるかな、楽しみですね。ワクワク、衣装楽しみ。うちいつも AKB のさ、衣装楽しみにしてんだよね。マジ可愛いからさ。そう、楽しみなんだよね。まあというわけで、まあ新曲の感想は明日のショールームかな。みんな明日は WBC 見ますか、朝から。うちはもうなんか今日朝ミーティングあって、朝起きたのよ。でさ、朝起きて、でさ、そしたらもう眠くて夜寝れるなと思ったんだけどさ、夕寝したのよ。夕寝もうがっつり夕寝したのさ。したもさ、絶対さ夜寝られんじゃん。でさ、まださ始まるのがさ5時とかさ、なんだったら、うわ、これワンチャンオールして見てから寝ようとかって思ったんですけど、なんか7時からって書いてたんよ。だからさ、そんなんちょっと絶対オールは無理だし、じゃあかといって早起きできなさそうって感じで、もうちょっとシンプルに起きれないかもしれないです。 だから見れるか見れないかは、わかんない、かけす。8時からか。あれ、なんで7時って書いてたんじゃ、あれ。7時から、分かった、7時から風景が始まるってやつか。ほんで8時から始まるよって感じね。ああね、そういうことか。そういうことか。はあ、楽しみですね。まあ起きれるか起きれないかします。頑張るけど、今日は絶対寝るの遅いから。ランキング13位、時旅32、ホイホイさん11、ゆうなに歯磨きされたいさん
十位ナッティさん、九位タカさん、八位岡山さん、七位咲森さん、六位横吉さん、五位たわたあめさん、四位秋彦さん、三位新野さん、二位近いしーさん、そして今日の第1位はメタルポリスさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございました。今日の晩ご飯はうどん。この後うどんを作りたいと、作りながら AKB の順番を待ちたいと思います。それでは皆さん、また明日。バイバーイ。